高知市。高知市は、四国の中南部に位置する都市で、高知県の県庁所在地である。中核市に指定されている。旧都佐郡、長岡郡、阿川郡。長祖壁元地下の大高坂山城に橋を発し、山内和豊の入府以来と佐藩の城下町として発展した都市である。高知県中部の中心都市であると同時に、 四国太平洋側の中心都市ともなっている。県内最大の商業地を持つと同時に、県内の人口のパーセントを占めるプライメートシティ、一極集中型都市でもある。戦後の昭和の大合併までは、県内唯一の市であった。昭和の大合併が始まる1953年の時点で、市政を施行した市の数が一つしか存在しない県は、高知県が唯一であった。 国内では、種類の消費量が多い都市の一つ。名物には、カツオのた,たきと、よさこいなる子踊りなどがある。高知市民の寄付とされている要素は、女性は、八金、八金、男四人分より強いともわれる、価値気な女衆、男性は、イゴスソウ、イコスソウ、頑固者。ただし、敬意の念も含まれるなどである。日曜市をはじめとする、定期市。 いわゆる、街路市。開催場所、携帯や、運営方法は異なるものの、月曜日を除く毎日、市内で開かれているが有名であり、スローライフ志向が強いとする見方もある。1998年、平成10年に、市の中心部に開設された、広め市場は、地元資本が運営しており、コンパクトな作りに比して、多様な店舗、飲食店、 食料品店が多いの利用を楽しむことができるため、休日を中心に、市内外からの来店者で賑わっている。高知城の周辺は、鏡川などの川に挟まれた地形であった。このため、高知城は、当初、川中山城、高知山城と呼ばれていたが、音を借りて、高知山城と改め、やがてこれが略されて、高知城となった。高知平野の西部に位置し、 平野部は、鏡川沿いの市中央部から南東部に開けている。市の南西部は、丘陵地で、北部は山林である。南部は太平洋に望み、市のほぼ中央付近に、裏土湾が切れ込んでいる。典型的な太平洋側気候に属し、年中温暖多かつ多少な気候様式である。日本の都道府県庁所在地の中で、最も降水量が多く、 日照時間も2位である。気象台のある、高知市街は三方を山に囲まれている。南側は一部裏土湾ために、内陸の気候様式である。冬は、晴天が続き、降雪は稀である。地形の影響で、放射冷却が強くなるために、朝晩の冷え込みが厳しいが、よく晴れるために、日中は暖かくなる。夏は梅雨や台風、太平洋高気圧の季節風などの影響で、 雨が多い。町名に、がつくものは、全域で、住居表示を実施、は一部で、住居表示を実施、無印は住居表示未実施を表す。本市、の人口はここ数年減少傾向にあるが、県全体に比べれば小幅に止まっている。県内人口占有率は、平成17年国勢調査で43.83%、 平成22年調査で44.92%、高知県推計人口調査の平成23年2月1日付で45%を突破するなど、集積が進んでいる。平成24年5月1日現在、都道府県内人口占有率が45%を超えている市町村は、東京特別区を除けば、京都府京都市、宮城県仙台市と、 本市の三市のみである。その他、市内各所の触れ合いセンターにも図書室がある。高知城や、張馬や橋を中心にして、中心市街地が形成されており、その地域内に代表的な繁華街である、帯山町商店街、帯山町アーケードや京町新京橋商店街などがある。百貨店については、かつて鳩田、西部百貨店もあったが、 高知西部に解消後の2002年12月に閉店した後は高知大丸のみが立地している。高知市に本店を置く金融機関はつい最近まで法人向けインターネットバンキングを提供していなかったが2006年8月に四国銀行がサービスを開始した。高知市には高知市大学等奨学資金小学生という奨学金制度がある。なお、 奨学金は返還義務が伴う。市内には空港は存在しない。高知市近郊では JR 線を、汽車、都差電交通線を、電車あるいは、都電といった呼び方が浸透している。高知県内の JR 線は電化されていないため、市の中心となる駅、高知駅、全区間に一般道路経由のバス派都差で交通及びその地域市会社の健康北部交通。 高知東部交通の単一グループによる運行。なお、かつては、土佐電気鉄道と高知県交通、及び、上記地域市、会社2社の2グループによる運行であったが、2014年10月に、両社が、経営統合した。高知空港連絡バスは都佐で、交通が運行する高知東部自動車道、または、南国バイパス経由の路線と、高知駅前観光が運行する。 高知東部自動車道経由の路線がある。高速自動車国道国道指導、坂本龍馬、板垣大輔、後藤昌二郎、福岡皇帝、山内陽道、竹市半平太植木江森、大町経月ら幕末記名時期に活躍した人物の生誕地、邸宅跡などがある。高知市には、大手筋の日曜市、上町五丁目の海曜市、県庁前の木曜市、 あた町の金曜市、高知港の土曜市があり、夏には、帯屋町で土曜夜市も開かれている。高知市は、漫画家を多く出している点から、漫画甲子園が開催されている。前期の横山隆一漫画記念館が立地するほか、高知市出身の漫画家は、後期の通りである。注釈出展、久保田善太郎ほか、土佐、人物物語高知新聞社。 1986年3月28日。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。